今回はですね、はい、ちょっと私の行動をちょっと見てもらおうかなと思ってて。ヤモは友人である山竹を呼び出し、とある撮影を行おうとしていた。一つヤモが縛っている行動があります。はい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 、うん、でそれを当ててもらう。5試合ぐらいやるんで。いつものように山竹に企画説明を行うヤンモだが、サムネやタイトルを見てここに来た皆さんはもうお気づきだろう。本当は突然敵を煽ったら親友は注意してくれるのかという検証を行おうというのだ。なので、山竹は観戦で入ってもらって、私のですね、戦ってる後ろ姿をずっと見てもらうと。でそれを5試合やります。はい。今回はプライベートマッチにて山竹に自身を観戦させて、行動を凝視させるように偽企画を設定。全5試合行うのだが、1試合目はビーコン墓標煽り、2試合目はサブ構え煽りと、試合を重ねるごとに煽りの種類を変え、どんどん露骨な煽りに変えていく。エスカレートする煽りに山竹がどこで注意するのかを検証するというものだ。もちろん山竹以外の7名には事前に煽ることを伝えてある。皆さんが知らない相手に煽り行為を行うことはマナー違反となるためご注意を。よし、さあ行くぞ。はい、はいよ。今回の偽企画はヤンモが禁止している行動は何かとなっているが、禁止している行動は一切ない。山竹がいくら探しても何も見つけることができないということだ。そして1試合目、ビーコン墓標煽りを行うつもりだったが、うっかりビーコンじゃない武器できてしまったので全カットさせてもらう。はい、いくよ。ちゃんと見てよ、何をあれしてるか。はい、よし。何をあれしてるかって説明する気ないな、ごめん。1試合目はビーコン墓標煽り。敵を倒した場所にビーコンで墓を建てるという最もソフトな煽りである。おい、俺ローラーや。今回はね、ちょっといろんな武器使おうかなと思って。はいはい、使いましょうかね。お、いいじゃん。あんまりこうローラーのイメージがないから。ないやろ。ちょっとローラーもね、ちょっと興味あんねんな、山竹個人としても。お、潜伏キルやろ。そう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 、いわゆる1000キルやな。かなりスプラトゥーンをやり込んだ人であれば、不自然なビーコンの置き方に突っ込みたくはなるが、そこまでやり込んでいない山竹は何も言ってこない。そしてその後も、大事です。おお、終わってマウンテン。うまい、うまい。やばい、勝ち。え、すげえ、普通に。よし、行くぞ。3試合目。次の試合は、サブ構え煽り。サブを構えたポーズのまま、左右にステップする動きとなるので、先ほどと比べてかなり煽りっぽくなるが、山竹は気づくのか。いいですね。うまいやん。普通に。そうやろ。うん。ああ。ごめんです。ああ、まあじゃないと思ったら、そうか。そうそうそう。おお。うまい。うまい。うまい。ナイス。危ない。おお。いいね。おお。かなりわかりやすく煽っているものの、まだ山竹は気づかない。そもそもこの動きを煽りとして認識していない可能性大だ。さてさてさて、おお、いいね。うん、見てんねんでんねんねんでんや。うん、見てんねんけどな。いいね、いいね。乗れるよ、乗れる。よいしょ。お、正直この段階で何か言ってくると思っていたが、まさかのスルー。しかし次のビーコン回転煽りは明らかに通常と異なる動きをするため、
ほぼ確実に突っ込んでくれるはずだ。もう普通に、普通に今優勢じゃん。うお、なになに、なんか音を聞いてた周りの明らかに異常な動きについに突っ込んだ山竹。果たして煽りだと気づいて注意してくれるのだろうか。なんか周りの音聞いてたんじゃない？なんかめっちゃ聞いてたね、今。聞いてたな。周りの音気にしてた。なんかこう、あの耳の後ろに手を当ててこう聞いてる感じ。ぐるーって、うん、めっちゃ聞いてた。あ、ウィルで。オーケー。それ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 。耳を澄ましてたよ。耳。耳を澄ましていた。動きの面白さに笑っているだけで煽りということに気づいていないと思われたが、なんか聞いてた。何聞いてんのよ周りの音。ここは船長ですよ。おいだ。ナイス。何それ、なんかなんかサッカー選手のあのゴール決めた後みたいな。ああ、ゴールパフォーマンス、ゴールパフォーマンス、俺みんなの観戦聞いてるよみたいな。新手の煽りやで、ね、それ新手の煽りやで、ね、それ新手の煽りやで、ね、それ新手の煽り、これ新手の煽りやん。煽りに見えるこれ。気をつけなあかんで。ほんま？あいつゴールパフォーマンスしてるみたいな。危ない危ない。いない。ほら、キルせなできひんから、あれ。頑張ってちゃんとキルしてよ。煽りを注意するどころか、もっと煽りを見せてくれと言わんばかりの山竹。キルしてほしいやろ、もう今キルしてほしい、もう待ってる、待ってるやろ、すっごい欲しがってる今。入れよ、前に入れ、まだまだ、まだまだまだ、ここ、なんか聞きました。入れ、頑張って。あと10秒、早く頑張って、まだいけるいける、まだいける、早く頑張って、まだいける、まだいける、早く、来た、すごい今、もう群衆の声をぐわー聞いてたよ今。なんだそれ、面白い。ああ面白いね。新手の煽り。新手の煽りでした。あれどうやったらできんの、あれ。ビーコン生やして、あのサブ構えながら回るだけ。へえ、やってみたいな。新手の煽りと気づいているものの、なんなら自分でもやってみたいとまで言う山竹。これはもうダメかもしれない。カンカンカン、コンタクト、うるさい、コンタクト、すがしすがしすがし、もう余計なこと喋んな。もう一回言ったろ、じゃあ僕コンタクトなんですけど、カンカンカン、コンタクト、コンタクトレンズ、
2瞬間のコンタクトやのに1ヶ月使うときある。やばいやんそれ。お、いた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 。痛い痛い。あの長距離はやっぱ後ろから撃たなあかんな。せや、うん、おーナイス。ウェーレ派手にハイプレで煽っていたもののなぜか気づかない山竹。しかし次は最もオーソドックスな煽りのイカ煽り。間違いなく何かを言ってくるだろう。山竹なんか絶対やばいやろ。いや山竹さんならわかるわ。絶対大丈夫や。わかんないよ、山竹なんか初心者なんだから。なんで一人大丈夫だよ。ちょっと待って待って待って、なんで一人二役やってまうん。ここにいんねん一人。なんでそっちサイドで全部やってしまうん。おい最後や、もうこれ最後やね。ほんまに最後か。うん、けど山竹さんなら最後ならわかるわ。もうええって。つかそこで入れてきたら使わなあかんねんから、手前のとこよ。使ってよ。なんでやねん。使ってほしくて言ってんねや。俺に選択の権利なくなるやん。ない。いたね、いたね。おい、オッケー。オッケーだよ。おー、かん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 。注意してくれた。けだよ。おー、あかん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 。あかん人いる、あかん人いる、あかん。むっちゃむっちゃやってるで。やってる人いますよ、ここ。うーやら、もう、かじますぜ。ダメ、絶対ですよ。うまっ、当たる、うまっ。うまっ。よう当たる。危ない。やるだけだってそんな突っ込む人なんていないよ。あ、やってる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 ね。やってますよ。やってますね。どう思う、これ見て。え、ダメ絶対。アオリはダメです。ああ、やってるね。やってるよ。わからん。いや、マジでわからん。うわー、やってます、やってます。しかも、スペシャル中やのにやってます。めっちゃやられた。痛い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 。ほら、そんなことするから。あれ、煽り返された。もしかして。うん、回ってる。ちょっと、あれ、可愛らしい、まあ、返し方やな。あー、なるほどね。やるからやん、あなたが。あなたがやる。あはやってますよ、この人。絶賛やってますよ。は、やり返さない。はいはい。まあ、それが普通ですからね。煽られても煽り返さへんの？そう。それが普通や。え？飯屋やから。何飯屋？裏飯屋？100個は100個はって言いながらするもんちゃうわ。うまっ。わー、やってる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 。あー、スペシャル中にやってるよ。てか、よう当たるわほんまに。あ、終わりや。あ、終わった。わからんかった。よし、わからなかった？何縛ってるか。え、けど、うん、やけど、うん、なんかおかしいことなかった？あの、煽ってた。どんな煽りしてた？もうキルしたら全力で煽ってたね。どんなやつ？イカブニョゴ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 ニョってしてた。あー、なるほどね。うん、しかも、もうなんか、ジェッパーの時なんて、スペシャル中にやってたから。あんな初めて見たわ。友達が、煽ってんの見てどう思った？
うん、この友達大丈夫かなと思ったちょっとあの編集とかゲームしすぎて頭おかしくなったかなやかましわちなみにあおり他なんかなかった？ああの会場に声を聞いてたオーディエンスにオーディエンスに歓声を聞いてたよね。耳に手を当てて。実は、うん。ヤンモが縛っているコードは何でしょう？偽企画なんですよ。はい。何すか？本当は、うん、突然敵を煽ったら、親友は注意してくれるのかっていう。俺、したっけ？いや、なんか、曖昧な感じやった。突っ込んだよな。なんかそうそうそう。笑い優先みたいな。なんか言ってたけど。ちなみに、気づいてないやろうけど、5種類あおりあったんやで。うん、え?5 種類おう。ちょっと、わからんかったなぁ。そやろ。まあ、けど、イカおりはね、最後はっきりわかったと思うんで。まあ、それであれは分かりました。一応注意してくれたっていうことかな。あかんでみたいなこと、この人あかんで言ってたもんな。そうやな、それは言ってた。うん、言ってたもんな、うん、この人本性でやってますとか言ってたもんな、うん、そうそうそう、はい、はい、もう皆さんは絶対煽っちゃダメですよこれ、ね、あのネタでプラベで、これ煽る人に全部伝えてやってますんで、あ、もう普通の対戦相手は絶対やめてくださいね。はい、もう山竹さんも絶対にマネしちゃダメですよ。はい、絶対しません。私はしません。どんだけされようがしません。え、煽られても？はい、しませんよ。え、なんでやり返さへんの？え、だって俺メシアですから。なんでメシア？裏メシア。ひゃー